オールナイトカノボンはい、皆さんのお話はありますかカノボンことカノボンでございますいつもありがとうございます、えー、おかげさんで、えー、今回オールナイトカノボン第十七話ということになりましたありがとうございます えーっとですね、今日もね、あの実は歌ではなくてあのおしゃべりの方で、うん、リクエストにお答えしたいと思っておりますんで、えー、あのまだね、曲が覚えれないんです。すんません <laughs> ですのでね、このおしゃべりの方はね、すぐにリクエストにお答えできますんではい、<laughs> といととうことで早速始めてみたいと思いますんでよろしくお願いいたします。 はい、えー、今回ね、あのー、お便りいただいたのは、もうこれ常連さんになってきましたねはい、えー、ハンドル名、えー、おこちゃんさんですねいつもありがとうございます、えー、早速お便り紹介しますカノボンさん、こんばんは肩苦しい挨拶は抜きにしてリクエストお願いします当方のブログで、カリウドのアズサ2号の動画をアップした日のことなんですが とある電車記者に大変お詳しい方からコメントをいただきました8時ちょうどのあずさ2号はないよってそれは有名なお話でしたが2号だと上りですよって教えてくださいましたこの方はてっちゃんではなくただ好きなだけっておっしゃっている方なんですよそこで金ナさん ぜひカリウドのアズサ2号の修正版のアズサ2号を歌ってください。カラオケでなくてもアカペラで結構ですので。それではお元気にお過ごしくださいませ。とのことでございます。お子ちゃんさんどうもありがとうございます。<laughs> なるほどね。アズサ2号ですか。流行りましたね。あのカリウドでね兄弟でしたね。確かにねこれね。 八時長殿あずさにおで私は私はあなたからずん旅立ちます。っていうやつですね。えー、これはね、あの、まあ、恋人と別れてね、うん、失恋して、それで、新しい恋人と、うん信州へ。 えー、旅行へ行くという内容のお菓子やったんですけどもねはい懐かしいですね、うん、まあね「あのず、ー、さ2号はない」というねうわさは確かに当時ありましたねはいあったんですけどもねこれ、ま、言いますとねあのー、これうわさです、えー、ほんまにあずさ2号ってあったんですよ あの、その前に上り下りの説明書が出てきませんね。あの列車ありのは何号とかありますけども、これあの上りは偶数なんですよ。で下りが奇数になってるんです。だからまあこれも新幹線も在来線も一緒です。だから新幹線やったらね。東京発博多駅ね。のぞみ1号は東京発博多駅です。のぞみ2号は博多発東京駅になるんです。 ここれれもも全部統一されてることなんですけどもねだからあずさ2号となると2号は上りですよね。ということは東京へだからそんなんがないという噂があったんですけどもこれはね、あのー、実際昭和53年に完全にあのそういう上り下りの偶数奇数というのが決まりましてね当時本当に下りのあずさ2号というのは実在したんです。 1>, 1号というのもあったんですけどもこれは確かね臨時,臨時の季節運行かなんかで使われてたから、えー、下りのあずさ2号というのが一時走ってたという事実はあるんです、はい、ただねまあ,あのその修正版ね確かにねもう現在においては開きませんしね、えーあのー、今ちょうどね8時ちょうどにはねあの新宿発、えー、スーパーあずさ5号というのがあります。 これが、まあ、ちょうど8時ちょうどのあずさんになるんですけどもね、えーあのーまあ、このあずさんいうのは、まあ、新宿から松本へ結んでいる特急電車なんですよ。ね、もちろん千葉とか、ね、東京から出てるのもあります。<laughs> それで、あのーまあ、この歌なんですけどもねまず私思うのは <laughs> 新しい恋人と行くんかって <laughs> そんな,んなんかシチュエーション的に面白くないですよね。 やっぱこう恋人とね、あのー、別れて昇進で、えー、もう東京を後にしてね、あのー、田舎故郷へ帰るという方がいいでしょう一人でね帰るという方が。<laughs> ですからねちょうどね7時30分にね新宿発の「あずさ3号」いうのがあるんですよ。それでやったらね、あのー、なんていうのかなスーパーあずさやったらね松本やから松本も都会ですからねはっきり言うて。 やっぱ故郷は田舎の方がいいですやん <laughs> そうやから、えー、これあずさ3号いうのはね松本越えてねそのまま大井戸線上がってあの南小谷いうところまで行ってるんですよ。そやったらねほんまの田舎っていうかねそんないい景色があるところなんでねうん、まあ、例えば安曇野とかねこんなところにふるさとあったらいいですよね。<laughs> だからそういうシチュエーションなんかええんちゃうかなって私は思うんですよ。7時30分のあずさ3号で帰ると。 一人でですよ新しい小人なんかあかんへんそんな <laughs> まあね昇進でこう新宿からあづさんに乗るわけですよねでね東京のね新宿のビル群があってそれをね、えー、だんだん遠くなっていくんですよねだんだん見えなくなってきてまあねまあ立川八王子あたりまではまあまあ元海ですわはっきり言うてね えー、それでもねやっぱ八王子越えてもう山が見えだして高尾山辺りまで来るとねもうだんだんもう山の中入ってってねでまあ山梨県の甲府辺りを過ぎて右手にね、えー、八ヶ岳連峰とか見えてくるんですよ。ね、ええー、感じですね。<laughs> それをね見ながらゆうべまでねいた東京ああのビル群がね、えー、っとオーバーラップするわけですよ八ヶ岳連峰と。 新宿のビル群が <laughs> こう、ね、もう摩天楼のように <laughs> マンハッタンのように <laughs> なんでマンハッタン <laughs> マンハンターキスか <laughs> あええねマンハンターキスもねこれね、えー、どんなやたか「いつの日か遠い思い出だと笑い合えるそんな時が来るのかしらほろ苦い」 ゆうべのキスのその余韻を「チェラヒアイセイウラウミドンディスタ」とかってね歌ってるわけですよね一人でね <laughs> <laughs> それでねまあやがて松本を越えて、まあ、途中でちょっと乗り換えなあかんねえけどね田舎安曇野やったらどこや <laughs> 穂高駅あたりがいいかなシチュエーション的に <laughs> 穂高駅へ降りるわけですよ降りる人はいません もう一人ですホームにね誰がもう出迎える人もなくねホームにはね雑草が生えてるんですよタンポポとかね <laughs> 新宿駅に雑草が生えてんからね新宿駅のホームにね <laughs> それでね目の前にはあ子供の頃ね遊んだあ田園風景が広がってるわけですよ、えー、わさび園があるわけですわあ大王わさび園ってあってねここのねここのね あのー、わさびソフトクリームおいしいんですけど <laughs> 何の話や <laughs> でねもう帰り「大王わさび園よ」ってねあのあのわさびソフトクリーム食,食うんですよ。そ <laughs> れでねもう故郷に帰ってきた安心感からね一粒の涙がこぼれてね。<laughs> よっ な,んかいないは泣い,てないわさびの香り目に染みただけなの」って歌いながらねそ <laughs> れでねまあ実家帰るわけですよ、ね、だんだん近づいてきてね実家が実家の前の畑でねお父さんが畑仕事してるんですよ、ね、娘の存在に気づいたお父さん「お弓子」。 由美子やないか。由美子って誰や。由美子。あ、おっかあ、由美子は帰ってきたぞ。<laughs> え、あ,あ、あ,あ、まあまあ、由美子。帰ってくるんやったら、電話の一本でもようこしいや。<laughs> みたいなね。ん <laughs>、でね、もう、ね、両親の顔見た途端もね。今までこう。これでたね、感情が一気に高ぶってね。もうお粒の涙ですよ、由美子さん。<laughs> でもねそれを見た両親はね別に何も言わないんですよ分かってるんですよ親っていうのはね自分の娘が東京で何かあったかはね、うん、その涙見ただけで分かる、うん、それについてはもう山なこと聞かない、うん、おうよい子お,うお前の好きなあれわさびソフトクリームでも食え <laughs> ってね <laughs> ああ今食ってきたわ <laughs> 大王わさびに今食ってきたどこやさ <laughs> もう知らんかったんかい <laughs> <laughs> 何じゃそりゃ <laughs> まあ、ね、それは親しなんてそんな <laughs> 娘がね東京でね何があったかぐらいは想像ついても大の <laughs> わさびえんねんんなわさびソフトクリーム食ったか食ってんがそんな親でもわかりまへん。<laughs> っていう感じのねまあまあそういうシチュエーションの方が曲というか歌的にいいでしょう。<laughs> と思いましてねだからええー、ねおこちゃんさん、うん、私の改訂版ですね。 ええー、明日七時三十分のあずさ三号に乗るいうことでいかがでしょうか。七時三十分発のあずさ三号で、私は私はあなたからずん旅立ちます。っていう感じでいかがでございますか。おこちゃんさん、はい、どうもありがとうございました。 もうね、あのこ、こんな話やったらねあの、いつでもしますし、私、うん、あの歌なかなか覚えられへんだけど <laughs> なんか喋ゃべれるんやったら何ぼでも喋りますんでね、えー、こんな病気やったらもうどんどんださい毎日でもオールナイトかのもするかもしれませんよ。<laughs> えそんなんいらんわとか <laughs> それか、その辺いや、ね、まあ冗談できて、ね、あのほんまにリクエストあってのーオールナイトとかのもんでございますんで。 あのぜひね皆さんどんどんリクエストをしてくださいましたら大変嬉しく思いますんでお願いいたします簡単ですあのいつも当ブログでね最後に、えー「オールナイト」からもリクエストフォームを設けてますのでそこをクリックしていただいたらフォ、えー、ームが出ますんで、えー、ハンドル名を書いていただいてあとは、うん、こんな話しろとか、うん、もちろんねあの曲のリクエストもありがたいですし何か書いてくれはったらもうそれでね 頑張っているリクエストにお答えしていこうと思っておりますんでまたこれからも引き続きオールナイトからもご一日の了解よろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。ではまた来週。<laughs> ユニコって誰やねん